秋田藩の防衛戦となった椿台椿台の大会戦は母親戦争の一つ、秋田戦争で新政府に組みした久保田藩領の出羽国川辺軍椿台を庄内藩を中心とする奥上越列藩同盟軍が攻撃した戦闘である。一連の戦闘の中で庄内軍が初めて大敗北を起死した。庄内軍が進撃してくるのを聞いた新政府軍は 久保田藩の師藩である久保田ニ田藩が戦前にジニアを建設する予定であった椿台とその付近の丘陵に強固な陣地を築き最後の防衛戦とした。椿台から久保田城まではわずかに三里であり、椿台を抜かれると久保田城が直接戦火にさらされるのは必死の状況であった。明治元年九月十日、湘南軍四番大隊は椿台攻撃を開始し、 ぬかずかさんを占領し、安養寺から椿台、椿川方面に攻め込んだ。新政府軍は一進一退で持ちこたえた。9月11日、鹿児島藩を中心に、福岡藩、佐渡原藩、新城藩、久保田藩、矢島藩、本城藩などの連合軍が反撃を開始した。新城藩や久保田藩は、これまで戦国時代さながらのひなわ銃を使っていたが、 ようやく新式銃を支給されて、強力になっていた。午後に、ぬかずかさんは奪還されて、その後、省内軍は追撃され、夕方には、尾物川をまた渡って、神が村まで交代した。省内軍の戦死者は15名、負傷者は81名で、1日の戦闘結果としては、最大の被害を出した、大敗北になってしまった。遅れて日に、庄内軍番大隊が、 百合軍長浜を攻撃したが、椿台にいた新政府軍が長浜へ投入されたため、省内軍の攻撃は失敗に終わった。9月14日、戦北軍法吉川にいた省内軍2番大隊は、宇州街道を南下してきた新政府軍を迎撃する予定であったが、指揮官の坂井良久氏の体調が悪かったため、1番大隊が攻撃することになった。ところが、 上山藩の使者、玉造りゴンザンが一番大隊の隊長、松平久志厚と共に二番大隊の本営を訪れ、12日に米沢藩の指示により、上野山藩が新政府軍に強順したので引き上げることを告げた。使者が帰った後、松平神三郎と堺吉之丞は各小隊長を集めて軍議を開き、帰国して、 将内藩の本土防衛戦に徹することを決断した。ありがとうございます。